チャールズ・ボンネット、シャルル・ボーネは、18世紀のジュネーブの博物学者、哲学者である。博物学の分野では、生物の発生についての先駆的な実験、考察を行った。後に哲学に転じた。サンバル・テルミの大虐殺後、ユグノーであるゆえ宗教的迫害を受け、フランスからジュネーブに逃れた家系の出身であり、この地に生まれた。同じく博物学者のアブラハム・トランブレーは、 いとこにあたる。ジュネーブから出ることなく、1752年から1768年の間、共和国の評議会議員となった時期を除いて、社会的な活動を行うことはなかった。16歳の時にノエル・アントワーヌ・プルーシェの自然の光景を読み、昆虫の生態に興味を持った。昆虫学者のルネレオミュールの著書も読み、自らも、 昆虫の観察を加えて1740年にアブラムシのタンたタめ生殖を確認した論文をパリの科学アカデミーに送りアカデミーの通信会員に選ばれた1741年からヒドラなどの生殖や再生の研究を始めた1743年にロンドンの王立協会の会員に選ばれた1745年に昆虫に関する発見を 記述した、最初の著書、トレイト D ・インセクトラジーを出版した。1754年に、植物学の著書ラシェール・シェイズ・シュール・エル、有生児でフィーユガン・レ・プランテを出版した。その後、視力を失い哲学に転じた。1760年には、エッサイ・アナリティック・シュール・レ・ファクルツでラムにおいて、視力障害者に、特有な原子の症状、をシャルル・ボネ症候群の記述をした。 他に、哲学の著作であるエッサイ・デピシコロージ、カンジナーシャンズ・シュール・レコープス・オーガナイゼス、ラパリンジェニシー・フィロソフィック・博物学の著作である、コンテンプレーション・デラネーチャーなどがある。ありがとうございます。